小族着用の図より、女官小族の図。女官とは、官職を持ち宮廷に仕える女性のこと。官女、宮女とも言う。詳細は、高級を三省各国の王朝で宮廷において、君主や皇妃の身の回りの世話をさせる女性に何らかの官職を与えたのが始まりとされる。男性や官官なども同様の任を行うことがあったが、男子近世とされる高級や、 公費の私生活の管理には必然的に女性の管理が必要となった。助官とは、大大理において大上官以下の監視に勤務する男性管理に対して、大理において高級十二死に職所を持つ女性管理を指す。十世紀以後に発生した高級十二死制度の解体後は、内死死を中心とする大理に使える女性管理のことを指したとされる。 平安時代と江戸時代の天皇の皇宮については、比較的豊富に資料が伝存しており、従来考察がなされているが、中世になると、経済的な困窮から天皇の御所の規模が極限まで縮小したこともあり、皇宮の内情についてあまり解明されていない、女官という呼称について8世紀の律令法において用いられていた用語は、宮人であり、これは男性官人と、 女性官人の区別なく用いられている。女性官人が助官と書かれるようになったのは公認年間に編纂された公認格式や代理式に助官の語が登場することから800年前後と考えられている。助官の読みと助官内の立場について夕食古日から三等官に代表される行為助官を女官、雑人の助官を 女官と呼んだと通常は考えられている。なお、明治2年以後は、女官が正式な読み方とされた。詳細は、高級、高級十二子女官寺目内支支、名部、及び女房を参照平安時代には、倉人書の設置によって女官が担当してきた分職務も男性官人が行うようになり、また天皇が直接参加しない政務や、 儀礼の場の増加に伴って天皇に従って、政務や儀礼に参加してきた助官の役目も減少したことにより、皇宮十二支は、機能が縮小して、最終的には内首書へと統合されることになる。しかし、天皇の食事や私的な祭祀への奉仕は、助官が務めるものという考え方がその後も残っており、助官の制度がその後も続いた背景であると見られている。 なお、皇妃や天皇に仕えた女房が女性官人だったかどうかは結論が出ていない。多数の女房がすべて女官時目で女性官人として女位人官を受けていたことを示す記録はなく、皇妃が私的に主従関係を結んだ女性であったと考えるのが一般的である。天皇についても南北朝時代以降は天皇の聖母を例外として 女医人間を受けることはなくなり、公妃を立てることもなくなったため、多くの女房が天皇の側室を兼ねている状態だった。江戸時代には女官は女房と女中に分けられ、女房の中でも、庄司、天司、庄司を五局、妙部、女倉人、五差を、お下と呼んで、前者は天皇と直接会話が可能、後者は目通りのみが可能、それよりも会である女中に属する。 五末、女、十、五福所は、天皇と顔を合わせることもできなかったとされる。なお、同時期の戦洞御所や女院御所では、上郎、中郎、下郎の区別が行われていたが、上郎は、正寺、天寺相当、中郎は、正寺相当、下郎は、押した相当とみなされていたとされる。参考文献、編集詳細は、宮内庁を参照現在、宮内庁の職員で、 助官に相当する職償は以下のものがある。いずれも特別職の公務員である。また、上記以外に皇室費の内定費をもって天皇家に直接雇用されている非公務員の助官に相当する職償として以下のものがある。前期院内の助官女房がそうであったように天皇のお手つきとなる可能性があったことから、助官は御所に住み込みで使え、独身であることが常識だったが、 昭和天皇は即位後間もなく、女官制度の改革を断行し、住み込み制は廃止され、自宅から通勤するのが原則となった。また、既婚女性にも門戸が開かれた。戦前の女官は、宮中内の事柄は、親兄弟にも明かすことははばかられ、外部には、内実の情報が明かされることは長い間なかったが、山川道子で、死者久世道明の長女が晩年になり、 助官明治宮中出資の期を1960年に出版し、初めて助官を通して見た明治期宮中の様子が語られた。助官たちは内命府に所属し、熟本の総編宮から生五品の三軍までのいずれかの品会を受けて宮中において様々な職務に従事していた。国王の側室となった場合は、小一品の品から十四品の宿組目までの品会が与えられた。その他、 近海を受けずに、宮中の職務に従事する女子、むすり、隠しむ、ふさこ、い女などがおり、産軍や内官、カ官らの補助を担当した。女官たちは原則として、身分、先祖、健康など、厳格な条件に基づいて選抜されたが、強制的な選出がなされたこともあり、問題となった。建造地性化において夫から助官を選ぶことを、 やめるべきだとの発言がなされた記録がある。その後継周知政下では、夫からの助官の選抜を禁止する命令が出された。ほか、映像地政下の1746年には、夫の女性を助官にしたことが発覚した場合、60回の杖罪と1年間の都罪に処せられることになった助官は、各官画に属する土費の中から選抜せよ。欠員が出てから補充するようにせよ。 人員所有の土偽は国王の匿名がなければ選抜してはならない。領民身分の女性は選考の対象にしてはならない。領民身分の女性や人員所有の土偽を推薦した者、連れ込んだ者は杖で60回打った上で1年間禁錮する。なお、胸地下府の土偽である次女と偽政府の土偽である別官は選考対象から除く、続体典型転向しずしかし、国王、 聖祖の聖母営業具講師の自助伝である。暇中録によると、彼女が許可なく夫の女性を助官に採用したことで、夫の重い痛み精子が英祖から出席されたと記録されている。純祖が即位した1801年には、監視制度が廃止され、約3万7千人もの監女たちが解放されて、夫に組み込まれたため、俗体店内の条項を保障することがより困難となった。 順守に仕えた。ある三軍は、女官の中でもいたリ密、ハリボー、ヌイボーについては、ほとんどが中人出身だったという証言を残している。女官たちは、幼少時に宮中に入り、宮廷のしきたりや礼儀作法、ハングル、小学や大学などの様々な教養を15年の見習い期間の間に学んだ。ヨーロッパの宮廷において、女官とは、 王妃や王女その多高貴な女性に仕えて、身辺の用務に応じる、個人的な補助者のことを言う。女官は、通常、主人よりも低い階級ながらも彼女自身が貴族であり、召使いではない。女官の役割はその宮廷によって様々である。チューダー朝のイングランドでは、女官は4つの別々のシステムに分けられていた。グレートレディ、レディオブザ・プライビ・チェンバー、メイド・オブ・オーナー。 そして、チェンバラーである、資質付助官は、王妃と最も親しい関係にあったが、大部分の助官は、メイド・オブ・オーナーだった。助官には、王妃の最も信用できる存在であるゆえに、遠赤者が任命されることが多かった。マーガレット・リーは、アン・ブーリンの資質付助官であり、また同じく、エリザベス・シーモアも、王妃・ジェン・シーモアの資質付助官だった。チューダーの宮廷における助官の役割は、 王族のお相手をし、どこであろうと王妃のお供をすることであった。チューダー朝の王妃は、誰が自分の女官になるかについて、かなりの発言形を持っていた。ブルボン朝の後期には、女官はしばしば、ルイ14世の王妃マリー・テレーズ・ドートリッシュやルイ15世の王妃マリー・レクザンスカの名目上の距離を置いた同伴者の役割を担っていた。 ルイ16世紀の王妃マリー・アントワネットには何人かのお気に入りの女官がおり、特にポリニャック伯爵夫人などは大きな影響力を持つとともに、自ら巨大な富も得た。今日のイギリス王室では、女王、または王妃の世話をする者は、レディオブザ・ベッド・チェンバー、またはウーマン・オブザ・ベッド・チェンバーといい、上席の助官は、ミストレス・オブ・ザ・ローブズという、ウーマン・オブザ・ベッド・チェンバーは、 常時控えているが、ミストレス・オブ・ザ・ローブズと、レディ・オブ・ザ・ベッド・チェンバーは通常は、冠婚葬祭の場などにのみ3列を求められる。女王以外の王室の女性メンバーに付き添う女官は、レディーン・ウェイティングという、角田・フミエのように、尿管が実際の宮廷で用いられていた証拠はないとして、この区別を否定する考え方もある。平安時代指示点、助官、竹内美香、石鑑記の助官と、 天皇、大津徹編、石関期の国家と、社会 ISBN978 から4から634523654、高橋博史、近世の朝廷と、助官制度 P4 から5、知られざる天皇家の闇を炙り出した、ある助官の手記、書評者、原武史、現代ビジネス、2016年8月、南九万島、K、も、救助賞、基礎名、 霊形相違法点、も、隠し家点、しかも別館私で、両園、正規素な両人の兵、昨日行鎮を問う前、しかも事情も、三師がい霊形相称入りことため、新党金行殿下川兵の誠意、しかもなお推しその不能通、騎兵の端なり、粗相旧姓、ただ、卓隠し家点、移住下鎮、その時また見かつてもし指令の不足ためかん。今殿下、 何徳汚染救助、必ず、腰救世、鹿物部及び夫、止め作美後の兵なり、受け宮人戦基礎な、ただも、隠し家天、まかりむか用人賞入り、朝鮮王朝実録、建造実録、旧館建造五年十月二十四日、人後二回目、停止愛ともこと曰く、帝、両家女船、三つ宮人の例朝鮮王朝実録、京州、 実録15巻慶州大応募比分、協調引用者、大展開通経典、高志図中9条ただも、隠し家転戦入り、女足、過重戦時比足一得、持ち占領下女一切もちろん良人慈悲ある、小模心ある投入者杖60と1年、木の富、岩わく、先朝も、土日、寺土日、かつて横側まかりむか、与党経術、事故に一側まかりむか、その9代、 礼強しへ居行。なお礼文人。大仙林赤月悟る。なお命少子。鳥氏。各休防。各指導費案。小家トンか門外。万六3九6974口。暗殺160巻。暗殺1209巻。朝鮮王朝実録。純祖実録2巻純祖1年1月28日木の富1回目。金曜。祝。 朝鮮朝宮中風俗の研究大谷森重、監修、利権規約、ありがとうございます。